はい、久しぶりじゃん、ヒロチョも。ヒロチョくんも。そうですね。で、ミュージカルやってたもんね。僕は本当に、はい、あの西村ヒロチョ、ミュージカル、主演させていただきました。すごいよね。だから僕は、うん、その全然そういう仕事ないとかっていう感じじゃなかったんですよ、うん、もうほぼ毎日稽古があったので、うん、で、うん、もちろんそのミュージカルの公演もやるかやらないかってなりましたけど、うん、もう細心の注意を払って、なんか本当に、ね、公演始まってからスタッフさんとかが劇場の手すりとかエレベーターのボタンとかもう本当にあらゆるところをアルコールで消毒して、手が赤切れできるぐらい徹底的に管理して、で稽古場もあのこまめに換気したり、アルコール出演者の人もやったり、うん、であの共演の方が夕方5時にバナナを食べると免疫力が上がると、バナナ自体が免疫力がその栄養価が高いやつですけど、夕方5時に食べるのが一番いいということで、みんなで5時にバナナ食べたりとかすごい楽しくて、で蓋開けたら、うん、あのお客さんも結構あの入っていただいて、うん、嬉しいなって、あの本当にしたらね、あの、うん、もっとお客さん来ていただけたのかなって思いましたけど、逆にこのいう時期に公演をやってお客さんが来てくれたっていうことは本当に確かに、すごいことですね。感慨深いというか、確かに嬉しいですし、うん、あやっぱその生の舞台とか、まあ、お笑いもそうですけど、うん、生のエンターテインメントっていうのはもう絶対なくならないんだなっていうのを思います。確かにね、うん、すごいですよ。いい経験させていただきました。で、あれでしょ、はい、だからミュージカルで一応公演の方見に行っていただいてる、あら見ていただいてる、ゴジバナナ幼児さん、幼児さん、吉田幼児さん、もうベテランの方ですよ。はじめまして、あのピスタチオの小沢と申します。よろしくお願いいたします。すいません、すいません。そうなんですよ。もうだからね、ほんと僕はね、あのまあ4月から芸歴11年目になるんですけど、はい、小沢さん何年ですか？じゃあ13年目11年目です。2個上だもんね。2個上です、ね、つか13年目でしょ。はい、まああの最後の仕事がね、そういうミュージカルっていうのは本当にね、もうね、うん、今日はその話をいっぱいしたいんだ。いいよ、聞きたい聞きたい。でもどうだったのよ、ミュージカル。そう、ミュージカルの主演でしょ。あのね、もう本当にね、逃げ出したかったよ。なんで？あれ？あのもうそっち？台本が、いや最初に、うん、まあその知人っていうか、あの舞台俳優さんから連絡来て、うん、あのまあ最初に2月僕仮で舞台が入ってたんですよ、うん、抑えられてて。うん、で僕去年の11月に初めてミュージカル出させてもらって、うん、おなんかちょっとなんか波乗ってるね、うん、いい波乗ってんねと思ってたんですけど、パリピだね、うん、年明けてスケジュール見たら、うん、2月全部なくなってたんですよ。え、うん、だから仮バラしってやつで、ああやばいやばいやばい、2月暇になっちゃうって、うん、誕生日好きなのに、あ最悪だ、暇になっちゃうと思ったら、うん、その俳優さんから連絡来て、ミュージカルの出演者を探してるんだけど興味ある？へえ、あもうあるある、もう見てやらせてって言ったら、うん、そのミュージカル座さんっていう劇団の方の佐野さんっていう方と直接電話させてもらって、あの実はあの芸人さんを使ってみたいんだみたいな。へえ、すごくその佐野さんの芸人さん好きで熱い方で、うん、あ僕でできることあったらぜひやらせてくださいって言って、うん、で僕はその、まあ、間を繋いでくれた俳優さんからなんか昭和の装飾系男子みたいな役って聞いてて、うんうん、あなんかまあ向いてるっていうか、まあ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 いいかなと思って、ね、うん、でその佐野さんって方に電話して、で蓋開けたら主演で、うん、台本60ページ近くあって、うん、ほとんど出ずっぱり。へえ、すごい。で演出で吐けないんですよ。へえ、後ろに舞台の後ろに椅子が2列ぐらい並んであって、うん、自分が出てるシーン以外の時は後ろにいるっていう演出で。へえ、一瞬履けるんですけど、その時は本当に小道具っていうか、なんかコートみたいなの一回取りに行って一瞬履けるだけっていうので、すごいな。ですごいセリフ量で、うん、でまあもうずっとほとんど台本読みました。しんどかった？一人だけ。いやもうだってねえ、まあそっか、言い方あれですけど、神保町歌劇室芸人さんのね、はいはい、あの若手芸人だけでお芝居やる子だったけど、うんうん、日じゃない。まあそうだよね、そうだよね。神保町はある程度自由というか、うん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 、でもやっぱそのミュージカルさ、ミュージカルなので、うん、すごいね。なんか歌ってよ。
なんか違う、あのね、ミュージカルってそういうシーンがあったんです。いやいや、分かる分かる分かる。いや、そうなんだ。違う、あの歌ってって言われるシーンがあって、そう、クライマックスでヒロインにギッチャンっていう役なんですけど、ギッチャン歌ってっていうか一番泣けるシーンがあったんですけど、へー、それはでも多分今小沢さんに歌ってっていいシーンなの。あれだよね、多分このヒロチョのインスタの方を見てる方はもちろん行ってる方もいらっしゃいますから、ね、まあ、あの多分来ていただいてる方、素晴らしかったですとか言う、すごくいると思いますよ。はい。なんかでもその印象に残ったセリフとかさ、印象残ってるセリフですか。うん、僕が、うん、それ想像できないのよ、ミュージカルをやるっていうの。なんだろう。印象に残ってるセリフ。まあ歌ってよ、でもいい、歌ってよ。あのね、いやでも本当にマジで。I love you っていう、もう本当にいや、それは笑っちゃうよ、俺がやられたらさ。